皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで1万人突破いたしまして、そして6月1日に、実はベイちゃん始まったんですね。始まりましたね。はい、もうすぐ1周年。はい。ベースボールタウン公式チャンネルベイちゃん、そこで1万人突破、そして今1周年迎えるということで、ベイちゃんさらなる飛躍を目指して新しいメンバーを募集しようかなと思います。新メンバーはい、というわけで、新しいメンバーを募集しようと思うんですけども、まあ1年間やってきて何か良かったかとかあるじゃないですか。そういうのを知ってからやっぱ入っていくの、それが分からないですね。何するのってなっちゃう。ありますからね。じゃあ実際やって何楽しかったですか？僕はあるあるかな。皆さんからいただいたこれを再現してほしいっていうのをなんか役になりきってやる。まあやるって言っても過去に実際よくあったことをやるからそれを再現するっていうね、役作りね。やっぱりそういう視聴者さんのコメントもやっぱりね、読んで楽しいですね。楽しいですね。つかさ、自分が撮影で野球できるっていうのもやっぱりいいですね。あとはそのやっぱり他の野球 YouTuber さんと一緒にコラボでこう楽しく野球をやったりとか、そういうのはやっぱりいいですね。自分はベースボールタウンという会社なんでね、いろいろ商品扱ってるんですよ。あと新しい商品とかいろいろいち早く見れるっていう。そうですね。最新ギアとかね、やっぱね野球好きなんでね、新しいもの見るの結構楽しいですよね。道具見るだけでも楽しいからね。はい、あとまあ実際こういった動画の撮影以外に何をやってるのかっていうのも多分気になると思うんですよ。そうだよね。僕はその YouTuber 以外に商品管理っていう仕事をしてて、商品への加工、刺繍をしたりとか、グローブをスチームしたりとか、スパイクに P カバーを打ったりとか、まあそういった商品管理をやっております。カイトは？はい、自分はまあこのちょっと概要欄にね、ベースボールタウンのちょっとリンク貼ってあると思うんですけど、まあそこ飛んでウェアのページとか見てもらうと、自分がねその新しいウェア着て写真写ってたよね。ちょっとしたモデルやってたり、決め顔でね。そう決め顔でやったりね。であとはもう今のこの動画とかのこれやっぱ。結構ね、コメント欄でも誰が編集してるんですか？ありますね、最近ありますね。メインは自分がしてます。カイト君がやっております。メインはしてますね。まあでもつかさもね、ちょくちょいやったり、ちょいちょいやっております。私はねっていうのがまあメインですかね。はい。でつかさが、自分はねやっぱそのカイトがさっきモデルって言ったんですけど、カイトがモデルしてるのを撮ってるのは自分です。カメラマン。あとは他のグローブを撮影したりとか、そういう商品撮影もやっております。でまあ本当に今そういった他の仕事も本当にもうゼロから始めて、そうだね、全くもう未経験で始めて、でそんだけできてるんでね、まあ新しいねスキルも全然身につくっていう、身につきますよと、他もできますよと、素晴らしい。まあそういったゼロから学んでるんですけど、まあ会社員なんで本当にまあ安定してねできてるって感じですかね。会社員ですね。やっぱ守られながら新しいことに挑戦してるんで、素晴らしいな。最高安定がね、そういったことですかね。はい、じゃあ気になる応募条件はありますか？まず本当第一に野球が好きで、そして明るい元気な方で、も明るく元気にもうつかさをね、そう一人の撮影のテンションを超えるぐらいだったらもうぜひぜひと。はい、でまあもちろん男性の方だけじゃなく、本当野球が好きな明るい女性の方もぜひぜひ応募の方待ってます。よろしくお願いします。じゃあちょっと応募したいなってなったら、どのように応募すればいいですか？まあ応募の方法なんですけども、今リクナビネクストの方で実際にこちらを募集してます。出ております。はい、なのでそちらのリンクちょっと概要欄に貼っておきますので、本当ぜひ気になった、ちょっとやってみたいっていう方いたら、もうそこから飛んでぜひ応募お願いします。よろしくお願いします。では僕たちと一緒に明るく楽しく元気よくやっていきましょう。以上、応募待ってます。今週のプレゼントこちらにいます。はい、こちらの長尺バットですね。はい、こちらを1名様にプレゼントします。1名様です。1名様です。応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。お願いします。はい、そしてこちらのプレゼント欲しいよっていう方はぜひコメントにプレゼント欲しいよってコメントお願いします。お願いします。はい、そしてまだ応募期間中のプレゼント企画ありますので、そちらもチェックお願いします。お願いいたします。この後は次回予告。はい、で今着ているこちら、そしてつかさんの着ているもの、まあ同じように見えてちょっと違うんですね。ちょっとペアルップペルクペアルクっぽいですよね。ちょっと違いますね。ちょっと違いますよ。毎日18時更新。毎週視聴者プレゼント。ベースボールタウン公式チャンネル。ベーちゃん。